上半期を終えて注目をしたキッシュに対する視聴者の反応集。上半期の中央競馬を終えて、今年の頑張りが嬉しいキッシュ、もっとギラギラしてほしいキッシュ、応援するようになったキッシュなどを挙げていくスレ。水沼くん障害でもアピールできてて嬉しい。水沼くんの笑顔とかった時に感情爆発させるところと乗りくら増やすために障害にも挑戦する努力家なところが大好きだから、これからもっともっと勝ってほしいし運命を変えるようなお手馬と出会ってほしい。エグイメンツの中プラダリアを6着に引っ張ってきたシスアマゾンは偉すぎる。マジで一瞬、勝てるぞ、ってなった。結果的に掲示板には入れなかったけど、それでもあのメンツに食らいついて、あわや掲示板入りまで行ったのはすごい。津村は今年こそと思ってるので夏も頑張って。最近競馬始めたにわかだから津村さんのことマーチステークスまで名前しか知らなかったんだけど、応援してたハヤブサなんでくんを重賞馬にしてくれたのと皐月賞のメタルスピードの騎乗に痺れて一気にファンになったよ。川田さん、桜花賞での騎乗とジョッキーカメラがきっかけで気になり、序章を読んでから本格的に応援し始めた。今週の川田こっちが困惑するくらい調子悪かったから、さっさといつもの調子取り戻していつもみたいに血の通ってない一着コメントをたくさん見せてほしい。頑張れ、頑張れ。宝塚の裏の函館メインで富田くん伊豆竹秀厩舎が勝ってたのいいぞ。富田くん頑張ってるよね。ジューンオレンジはさすがに連投きつかったけど里のミスチーフとペプチドナイルは見事だった。去年の暮れまで竹豊くらいしか競馬知らなかったんだけど、スポーツ特番で、めっちゃ男前なあんちゃんが駅伝してる、誰やあれ、と雷に打たれ、後でそれが富田暁というジョッキーだというのを知りました。自分はタバラジャパンに挙げられてるメンバーみんな注目して見てて、だから富田くんも頑張ってほしい。最近の藤岡兄弟めっちゃ乗れてね、と思う俺です。ここ2週間くらい大暴れしてたよね。この勢いを維持してほしいし良き相棒と出会える季節にもなってほしい。今週3、0、2、4、人気0、0、1、8。藤岡康太灼熱の時間すぎる、騎手は30半ばからだと思い知らせてくれ。先週は兄弟ともに目覚ましい活躍してたね。ゆうすけの方は9勝で函館リーディング現在1位だしこのまま活躍続けてほしい。最近巷で株を上げてる藤岡に、お前そろそろ G1 勝ちまくれ。怪我の後パッとしなかった石神さんが完全復活して生涯リーディング3位まで上がってきたの地味に嬉しいから夏も頑張ってほしい。石神さん復調してきてリーディングの順位も上がってきたしお重も喜んどる。最近また良い馬が回ってくるようになった馬娘のおじさんを応援している。できればジェラルディーナとコンビ継続してほしいが無理かな。西村くん。ビッグリボンチュワンにシェケナベイビーガイアフォースにミクソロジーにと頑張ってたと思う。今年からローカルにはあまり行かないとのことなので少し寂しいけど、京都とかでも頑張ってたし、そろそろ G1 体感してほしい。荻野極む。G1 勝ったのに馬質も乗り倉数もなかなか良くならねえ。騎乗技術はかなり優れてると思ってるので強い2歳馬と巡り合ってもう一花咲かせてほしい。極む、今年は初めて8大競走も経験したし、G1 勝ってから箔がついたね。今年も G1 勝ってほしいな。かやた、今年で21勝して22年で竜組の現量卒業一番乗りになってくれ。オープン特別も重賞も勝ってくれ。パパはどうにか初勝利決めてくれ。最初は経歴がすごくて優勢とやたら仲良い人がいるくらいの認識だったけど今はすっかりかやた推しです。沖障害20丸なのか福島と新潟での成績いいから夏頑張ってほしいし、本場でももっと活躍してほしいし重賞にも手が届いてくれたらいいな。机が去年の復帰からちょっとずつ感覚取り戻してきたのが嬉しい。宝塚で机が騎乗してることにもグッときたから、また重賞や G1 で当たり前のように名前を見るジョッキーになってほしいな。戸崎、ビクトリアマイルと安田本当にいい騎乗だったし久々に戸崎が G1 勝って嬉しかったぞ。欲を言えばもっと年がら年中ギラギラしてくれたら最高かな。内パクが NHK マイル勝った時嬉しすぎてテレビの前で泣いた。また重賞戦線を沸かせてくれ。松岡さん、大怪我したしセーブ気味なのかもしれないけど、また大きな飛躍を遂げる出会いがあるといいな。実は年間100勝達成したこともあるジョッキーなんだぜ。人気薄の段野の早仕掛け見てる時が一番脳汁出る。毎年で亀の怪我してるから今年は怪我せず頑張ってほしい。楽しみにしてるぞ。
わかる。鉄蔵さんと対談してた時、鉄蔵さんが、丹野くんの早死家系よね、してて自分も、わかる、ってなった。サメカツ、今の伸びしろをキープして秋に G1 取ってくれ、お前ならやれる。サメカツ、有力馬乗り代わりとかなかなか難しいこともあったけどようやっとる、G1 勝ってくれ。島田、いつも人気より上の順位に持ってきて以来。この前のプルスウルトラは痺れるような騎乗だったぞ。同期たちが活躍し始めている今、流れは完全にお前の覚醒だ。ミルコデムーロ、湘南バシット、ライラック、エイアン、クルゼイロドすると余裕参るのになかなか G1 で結果が出ねえ。デムーロスペシャル決めて久々 G1 制覇が見たい。